こんにちは。八千代塗りキリスト教会の牧師、吉原学です。今日は7月の22日、コリント人への手紙第28章の16節から24節です。正しくあるように心がける慎重な働き人というテーマで見ていきたいと思います。今日一日を主の御言葉によって始めていく一人一人になることを祝福します。 コリントビトへの手紙第28章16節から24節神に感謝します私があなた方のことを思っているのと同じ熱心を神はテトスの心にも与えてくださいました彼は私の勧めを受け入れ大変な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています 私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによってすべての教会で称賛されています。そればかりでなく彼はこの恵みの技に携わる私たちの同伴者になるようにと諸教会の任命を受けています。私たちはその技に主ご自身の栄光と 私たちの熱意を表すために仕えています。私たちは自分たちが携わっているこの惜しみない技について、誰からも非難されることがないように努めています。主の御前だけでなく、人々の前でも正しくあるように心がけているのです。また、彼らと一緒にもう一人、私たちの兄弟を送ります。 この兄弟が多くのことについて熱心であることを私たちは何度も認めることができました。彼は今、あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間であり、あなた方のために働く道路者です。私たちの兄弟たちについて言えば、 彼らは諸教会の使者でありキリストの栄光ですですからあなた方の愛の証拠とあなた方を私たちが誇りとしている理由を彼らに対して諸教会の前に示してほしいのです今日初めに教会の財政を担う人々というそのテーマからですね見ていきたいと思います。パウロは 献金を管理してその献金をエルサレムのその教会に届ける人々を推薦しています。そしてまたその献金を管理する上で大切なポイントについて教えています。パウロは自分が献金を集めれば敵対する者たちがその献金を私的にですね、パウロが使用したという誤解や非難が生まれることをですね、予想していたからであります。 そこでパウロは誤解が生まれないように特別に注意を払って自分で献金を扱うことをしないようにしました。そしてパウロはコリント教会から始まりながらも中断していた献金の実行のために3人の管理者を立ててこのことを慎重に進めるようにしました。時に教会が財政管理のことで問題が生じるのは いつでしょうか。それが、人が不明であったりとか、また、財政の管理が透明性がないときですね、えー、問題が起きるわけであります。パウロはこの時に、第三者を立てて管理させることで、誤解や間違いというものが生まれないように、最新のですね、配慮をしています。では、どのような人を管理者として、この時パウロは立てたのでしょうか。 その一人目はパウロの同僚者であるテトスでした。コリントの教会で1年前に献金を募るその働きを実質的に担当したのがこのテトスでした。テトスはその他にもパウロの涙の手紙をですね届けコリントの生徒から大きな慰めを受けてパウロのところに戻って 来るという大きな役割をですね、担ったものでありました何よりもパ,パウロがテトスを推薦した理由は17節を見るときにテトス自身が大変な熱意を持って自分から進んでいこうとしたとありますまた6節を見れば献金を捧げる恵みの技を始めたその本人であったということでありますテトスはギリシャ人で 違法人である自分が救われたその恵みというもの、福音の恵みを本当に知っている人でした。そしてテトスは恵みを知るだけではなく、その恵みへの感謝の信仰というものを実際的に率先して表す人物でありました。つまりパウロが財政管理を委ねた人は、何か経理や管理の仕事に優れた人ではなくて、 主への恵みを知って感謝を捧げる信仰があるものを選んだということであります。私たち一人一人も主の恵みを受けたものであります。そして私たち一人一人は神から与えられたその恵みの管理者として選ばれたものであるということを覚えたいのであります。主の恵みの管理人とは何でしょうかそれはその恵みを覚えてその祝福を 捧げそして分かち合うものであります皆さん一人一人の捧げる恵みのその技によって主の栄光が表されることを祝福します。また今日の18節から19節を見ていくときに二人目の一人の兄弟とありますけれども二人目に選ばれた一人の兄弟とは諸教会でよく知られた人で マケドニアの生徒をはじめ諸教会から信頼されていて任命を受けた人物であったと言っています。パウロはマケドニアの教会がエルサレムの教会のために献金を集めることが主の栄光と教会の熱意を表す技だと言っています。その理由は違法人の生徒が心を込めて献金を集め そしてユダヤ人の生徒に届けること自体がですね、キリストの十字架によって神がなされた和解の働きであるというふうに考えたからであります。それを実践することが神の恵みに預かることである。神の福音の技を表すことであると考えました。エペソビトへの手紙2章の15節16節をお読みします。さまざまな規定からなるその ましめの立法を廃棄されましたこうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました。今ウクライナの戦争が続いていますけれども私は一つの場面に感動を覚えました。 それは侵略してきたロシア軍に対してその地域に住んでいたウクライナの女性がお茶をです、ね、振るる舞っているそのような場面でした私はそれを見な,見ながらこの戦争を終わらせるのは武器ではなくて愛にあるそのような和解と一致にあるんだということをです、ね、見ることになりました私たち一人一人にもその和解の務めが与えられています 私たちの捧げ物を通して、分断と争いの痛みの中にある人々に和解が与えられ、福音の宮里と主の栄光が表されることを願っていきたいと思います。そして20節から21節を見るときに、パウロは3人目の同路者をですね、推薦するそのときに、この献金について非難されることがないように努めていると、 改めてて語っていますパウロは以前自分がコリントの教会から財政的なサポートですね受ける権利があったにもかかわらず彼は誤解を生むことがないようにその権利を主張することをしませんでした。主の見前だけでなく人々の前でもとパウロは言っています。パウロは常ににに神の前に正しくそして人の前前正ししくそて人も 正しく歩むことによっていつもですね人々がつまずくそのような誤解は生じないようにつまずきの石を取り除くことをしながら神の働きを進めていきました。パウロは常に宣教の働きの妨げとなるものをですね取り除く人々への配慮というものを忘れなかったのであります。 なぜなら献金をすることと同時に大事なことは、そのことが正しくなされることにポイントがあったからであります。主の見舞いに正しく捧げ、そして人々の前に正しく捧げるとき、その捧げ物を通して、主の栄光が表されることを今日も願っていきたいと思います。 最後に22節から23節のところを見るときにパウロはテトスとその2人の兄弟を諸教会の使者と言っています。そしてキリストの栄光だというふうに誇っています。キリストの栄光とはキリストに属するものを意味しています。パウロはこの献金に関するこの彼らの働きによってキリストがお受けになる栄光をここに見ていました。 私たち一人一人が正しく捧げ、そして正しく管理するときに、キリストの教会は立て上げられ、キリストの栄光が表されることを今日も願っていきたいと思います。共にお祈りしましょう。主を私たちの捧げる尊い献金が、その捧げ物が主の福音の見業となって、主に栄光を返すものとなりますように。 主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。